先々週と同じく先週末も暖かかったんですけど一気に冷え込んできましたね。いよいよ2023年もあと10日で終わります。インフルエンザの流行発生注意報レベルが10を超えたりしていますので今年中に終わらせなければならないことで バタバタ過ごしてるかと思いますが、体調を崩したりしないように注意してください。2024年をスタートするときに、体調が悪いとなんだか一年楽しく過ごせなさそうですもんね。だからこそ、先週は健康管理に役立つスマートウォッチとスマートバンドを取り上げました。そのため、 早速ネット通販や家電量販店などで製品を確認した人もいるようです。まあなんやかんや言うても結局チェックした製品はアップルのアップルウォッチだった人が多かったみたいですけどね。ただアップルウォッチはアップルウォッチシリーズ9とアップルウォッチウルトラ2の 2系統がありますのでその2つで迷ってしまったようですねデジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたいそんな思いでシステムエンジニアが IT 講師として日本全国を駆け巡っているデジタル教室です今回は AppleWatch シリーズ9と アップルウォッチウルトラ2の違いについてお話ししましょうアップル製のスマートウォッチこの最新モデルがアップルウォッチシリーズ9とアップルウォッチウルトラ2ですどちらを選んでも人差し指と親指をトントン 2回タップすることで電話への応答などができるダブルタップ機能を搭載し超抗体域無線ウルトラワイドバンドチップを内蔵しています。健康管理に役立つ心電図や心拍数血中酸素だけではなく皮膚音も計測できますのでただ身につけてるだけで。 体の変化を常に調べることができます。このように基本的な機能が変わらないので、Apple Watch Series 9と Apple Watch Ultra 2の違いがわからないという人もいるようです。ただ、Apple Watch Series 9と Apple Watch Ultra 2では明らかに価格差があります。 アップルウォッチシリーズ9が税込59,800円から購入できるのに対してアップルウォッチウルトラ2は税込み12,8800円とアップルウォッチシリーズ9の倍以上の価格なんです。この大きな価格差は耐久性と堅牢性の差 とも言えるんですアップルウォッチウルトラ2はチタニウムのケースを使用していますのでアップルウォッチシリーズ9のアルミニウムやステンレススチールと比べればフレームの強度が高いのでアウトドアやエクストリームスポーツを楽しむ時に装着していても安心できます。また そのための機能として高度や震度秒数といった詳細なデータを表示できたりハイキングやスキューバーダイビング用の特別な機能や内蔵サイレンサイクリング関連の指標も充実しています耐水性能も AppleWatch シリーズ9は 50m なんですけれども アップルウォッチウルトラ2は倍の100メートルですからウォータースポーツでも安心して使用できるでしょうそしてカスタマイズ可能なアクションボタンを搭載しているのもアップルウォッチウルトラ2の大きな特徴ですワークアウトで役立つ開始や停止ストップウォッチなど 時間の計測アウトドアフィールドで役立つフラッシュライトの点灯といったタスクをアクションボタンへ割り当てることができるんですよまた画面の明るさにも差があります Apple Watch Series 9の画面輝度が最大2002とに対して Apple Watch Ultra 2は 最大度になります。ですから明るい屋外でも画面が見やすいんですよ当然ながらバッテリー駆動時間も長くなります AppleWatch シリーズ9は最大18時間省電力モードで最大36時間なんですけれども AppleWatch ウルトラ2は最大36時間省電力モードなら最大72時間とかなり長時間使うことができるんですよ。スマートウォッチでバッテリー駆動時間が24時間を超える製品というのは少ないですから止まりがけなど 充電できる環境がなくても安心して使いたいなら、Apple Watch Ultra 2を選ぶべきなんです。しかし、文字盤に表示できる情報が多くなる分、Apple Watch Series 9で選択できる 45mm や 41mm と比較すると、Apple Watch Ultra 2のサイズは、 49ミ、mm、リと大きくなってしまいます。大きくてごつい腕時計を常用しているなら問題ないんですが、この大きさは慣れてないと日常生活では邪魔に感じるかもしれません。だからこそ、Apple Watch シリーズ9では、 日常使いが楽しくなるような選択肢が用意されてるんです。まず、Apple Watch シリーズ9は、本体のサイズと素材を選択できます。前面に、イオン X ガラスを採用したアルミニウム仕上げのモデルと、サファイアクリスタルを採用した ステンレススチール仕上げのモデルの2つがあって大きさも 45mm と 41mm の2種類から選べますそれに対して AppleWatchUltra2 は仕上げも色も1色しかありません常に身につけるスマートウォッチですからサイズや素材を選べる というのは大きなメリットですよね。このように、Apple Watch シリーズ9と Apple Watch Ultra 2は使うシーンが大きく違います。スポーツやアウトドアでも活躍できる Apple Watch Ultra 2、普段使いの腕時計のように使える。 9、このように分けることができますよね。あなたの生活スタイルに合わせて最適な AppleWatch を選択して健康管理をデジタル化しましょう。とはいうものの AppleWatch に搭載されている血中酸素のセンサーが 特許を侵害しているとの指摘を受けて、オンラインストアでは今日21日から実店舗では24日に販売が停止されます。ただこれはアメリカでの話になりますので、日本では継続して販売されますので安心してください。しかし、 医療機器製造のマシモから、血中酸素のセンサー技術を侵害しているとして提訴されているだけに、今後どのようになるのか、動向が気になるところです。 デジタル教室では毎週木曜日にお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。YouTube Music では過去に配信した内容を再編集、再収録した音声を毎週水曜日に配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたにプラス1。